岩切氏は日本の氏族の一つ。その祖は日向、草壁氏である。草壁氏は古代より続く有力豪族であり、薩摩隼人の末裔とも言われ、ヒが正木委員の軍事を務めた家である。その草壁氏の系図に、血縁から発生した土持氏や八木氏、海江田氏ら約80の氏族の中の一つとして、岩切氏が記述されている。岩切姓は、 上代から中古までは資料に見られず、一説によると、平安時代末頃から土持氏と遠赤関係を強めていた草壁氏が、戦国時代の黎明期に伊東氏の勢力拡大によって打撃を受け、日向国初見軍国府総本郷岩切へと移り、そこで岩切政に改正したのが始まりと言われている。島津市九代、忠国の三男。 旧一が伊作家を継ぐ際に召し付けられた書流は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、島津西震災に軍師として仕えた岩切信明やその子の吉信などを排出した。現在、日本において岩切性を持つ者は、宮崎県から鹿児島県にかけて集中的に分布している。日向国書県軍国不相一体を支配していた武家の岩切氏の末裔が、 宮崎県における岩切生の起源でありに、伊藤氏と伊作家の合戦で戦死した北郷氏家臣の岩切、信孝などが見える。その中で、島津市に仕えた一部が、鹿児島県における岩切生の起源である。鹿児島県の種ヶ島にも一部、岩切生を持つ人々がいるが、彼らは、島津市に仕えた岩切信夫さらの子孫である。鹿児島県熊毛郡南種町にある、 松原山には岩切信夫さんが埋葬されている。ありがとうございます。